今日は練習艦隊薩摩を乗客する3隻の艦隊が入港されました。4年前にこの石垣に集めてこられましたけども、今回は2回目でございます。ありがとうございます。このアジア情勢の大変厳しい時にですね、皆さんがこのような、管理に乗られて厳しい訓練を受けて、訓練をされていることに対し大変敬意を表したいと思います。皆さんは、連日の向かい方が回って各国の情勢、世界の情勢を勉強されたり、あるいは外交的な交流をされたりして親睦を図り、日本の国益のために働いております。大変ありがとうと思っております。ありがとうございます。この石垣島も、このように離島がたくさんあってですね、大変地政学的には重要なところがありますので、皆さんのお力を借りてこの国土防衛をしなければならないと思っております。ぜひですね、今回入港された皆さんは時間があればぜひこの石垣島を見て回って、見聞を兼ねてもらいたいと思っております。今日は本当は我々が、皆さんをお迎えして、パーティーをいただいてお迎えすることになりましたけど、なる予定でしたけど、日程の都合ではできないということで、後でまた官僚の訪れて皆さんと交流を含めていきたいと思います。どうぞ、しっかりとこの地域を見てもらいたいと思います。ありがとうございました。どうもご挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。皆様おはようございます。本日はこのような入港の歓迎行事を開いていただきまして誠にありがとうございます。そして日頃は海上自衛隊の活動にご理解とご支援をいただきまして本当にありがとうございます。またこの石垣島入港に際しましても関係諸機関のご尽力をいただきまして何とか実現することができました。ありがとうございます。本日ここに連れてまいりました若い幹部諸君は3月の17日広島県江田島市にあります海上自衛隊幹部候補生学校を卒業した実習幹部192名であります。彼らは3月17日から約2ヶ月間をかけて国内をめぐり国内の情勢を学び海に親しみ、そして5月末から約5ヶ月間の遠洋練習航海に出発をいたします。ここに来る前には伊勢神宮に参りそのご加護をもって本日も天候が晴れたものと思っております。彼らはこの国内の巡航約2ヶ月間の間で走行艇5000マイル海上にいる時間は約500時間、この5000マイルという距離は横浜から出ますとアメリカの西海岸ロサンゼルスまで届く距離に相当いたします。これだけの距離をかけて彼らは海を学びます。そして今ここ石垣に入港しておりますのは我々の仲間が今すぐそこで活動しているこの状況を南西諸島の状況を肌で彼らに感じさせるためであります。それと同時にこの石垣島の文化と歴史を学んでもらうためです。かくいう私も今から12年ほど前に護衛艦の艦長をしているときに石垣島に来たことがございます。その時に驚いたことが一つ、泊まったホテルのロビーで泡盛が飲み放題でした。こういった文化を彼らにも学んでほしいと思っています。今夕は艦上でレセプションも準備しております。お時間の許す方どうぞお越しいただきまして触れ合っていただきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。失礼します。練習艦隊司令